マックス・アーロンは、アメリカ合衆国、スコッツデール出身のフィギュアスケート選手。妹は、フィギュアスケート選手のマデリーン・アーロン。2013年全米選手権優勝。2010から2011シーズン、ISU ジュニアグランプリのクール・シュベル・サカズキで3位、SBS 杯で2位入賞し、JGP ファイナルに進出を決める。ファイナルでは4位となる。 全米選手権、ジュニアクラスで、初優勝し、世界ジュニア選手権では、SP、FS どもに、自己ベストを更新し5位入賞する。2011から2012シーズン、ネーベルホルンハイで5位、全米選手権で8位となる。2012から2013シーズン、US インターナショナルクラシックで、国際大会初優勝、全米選手権では、 SP と FS で合わせて3つの4回転サルコーに成功し初優勝を飾り、4大陸選手権及び世界選手権の代表に初選出された。2013から2014シーズン、グランプリシリーズに参戦。スケートアメリカでは SP6 位と出遅れたものの、FS で巻き返し銅メダルを獲得。全米選手権では3位でソチオリンピックの代表を逃すも、 世界選手権の代表に選出され8位となった。2015から2016シーズン、スケートアメリカでグランプリシリーズ初優勝。ところが、エリック・ボンパールハイがパリ同時多発テロの影響でフリー種目が中止となり、SP7 位で順位が確定したため、初のグランプリファイナル進出を逃した。全米選手権では銀メダルを獲得した。 パリ同時多発テロ事件によるフリー種目の中止で SP の順位が最終結果となった。アーロンデビューズ、ライオンキング、フリーアットコリージェットチャンプス、ハットアーロンプリペアーズ、フォーバトルバイリターニングツーヒズルーツ、ハットハードワーキングアーロンエイムズツーマダーナイズ、カーメン。ありがとうございます。